どうもこんにちは。今回はですね、今までキャンプ用品をいろいろ買ってきたりしましたが、正直に言うとですね、これは失敗だったなっていうものがいくつかあります。今回はその中でも特にいらなかったなという使っていないものを4つご紹介しようと思います。ほとんどがですね、キャンプを始めた当初に買ったものなので、もうね、キャンプ慣れしてる方は別として、これからね、キャンプをしていこうと考えてる方の参考になるんじゃないかなと思います。それでは最初のものはこちら、 Bluetooth スピーカー。これね、これほんといらなかった。キャンプ場でラジオみたいな感じでちょっといい感じの音を鳴らしたいなと思って買ったんですけども、まずね、他に人がいたら使えないっていう最大の欠点があります。マナー的な問題が一番あってこれ使ってないんですけども、普段ね、聴いてる音楽をね、他人に聞かれるのってね、ちょっと恥ずかしかったりしませんか？そういうこともあってですね、使ってないんですよね。そしてですね、キャンプ慣れしてくると、そもそも静かに過ごしたくなるという感じになってくると思うので、どう転んでもね、使う時がないんですよ。なんかこう、アウトドアスピーカーみたいな感じで、こういうのって欲しくなったりすることもあると思うんですけども、僕はね、全くおすすめしないですね。まあ、車中泊の旅でもですね、もしかしたら使うかなと思って常時車に積んでたんですけれども、全くね、使うことがありませんでした。で、未だに車にずっと積んでるんですが、この先使うことあるのかなと思ったりしてます。続いて、フェレカナイフ。これはですね、ナイフの部分は出来上がってて、柄の部分ですね、持ち手の部分だけを自分で削り出して作るっていうナイフです。フェレカナイフっていうもので、今ではですね、結構いろんな種類が出てるみたいなんですが、オピネルを使ってからは全く使わなくなりました。で、なんでかっていうとですね、やっぱり手入れの大変さ。僕がですね、これ買った頃はですね、このナイフがですね、炭素鋼しかなくて、今みたいにね、ステンレスっていうものが売ってませんでした。これはね、ステンレスではなくて炭素鋼なので、ほんとね、すぐに錆びます。例えばですね、野菜みたいな水気のあったりするもの、そういうものを切ってね、1時間ぐらい放置しておくと、もう錆びてたりします。なので手入れが面倒で使わなくなりました。ただですね、公式サイト久しぶりに見てみると、やっぱり錆びやすいっていう苦情じゃないけど、なんかそういった声があったんでしょうね。黒錆加工をすれば錆びにくくなるよということで、黒錆加工の方法もですね、公式サイトに載ってました。そういうものをね、見ることができましたんで、近々黒錆加工をしてみようかなとは思ってます。キャンプを始めた頃っていうのはですね、こういったナイフ、刃物を選ぶときに、特に素材は気にしてなかったんですけども、やっぱりね、ステンレスが錆びにくくて手入れも簡単なので、錆びたりすると面倒だという方はですね、やっぱりステンレスを選ぶのがおすすめです。ナイフ自体はですね、当然悪いものではないので、黒錆加工をしたりとかですね、まあ、持ち手の部分なんかこう色を塗ってみたりとか、そういったまあ加工をしてですね、新しくですね、リメイクする、そういった過程を収めたですね、新しい動画を近々作るかもしれません。続いて、ノクターン風ランタン。有名なメーカーではないんですが、OD 缶を使うキャンドルっぽい明かりのランタンです。この辺のランタンっていうのはですね、好き好きになるんですけども、僕的にはですね、キャンプをしていく中でどこかのタイミングで使わなくなってしまうので、あまりおすすめしないランタンです。最大の欠点はですね、雰囲気はすごくあるんですが、明るさがね、本当にないっていうことです。本当にね、ろうそくの明かりぐらいしかない明るさなので、あんまりね、実用的ではありません。そしてですね、1年以上もう OD 缶って全く買ってなくて、ずっとね、 CB 缶だけを使ってるので、余計に使うことが全くないランタンです。 OD 缶しか使わない機材を使うとか、もう CB 缶だけで揃えるとかっていうのが一番楽だと思いますんで、燃料が違うっていうのもですね、やっぱり使わなくなったポイントの一つではあると思うので、そういったね、燃料の統一っていうのはした方がいいんじゃないかなと思います。今はですね、こういったランタンで言えば、CB 缶を使うランタンで、明るさもね、このノクターン風ランタンの数十倍はありそうな、外の ST260、 こちらの方がね、気になってます。あれはね、欲しいんですよね。さあ、そして最後に、キャリーカート。これですよ。僕の中でね、圧倒的に1位なのがこれです。キャンプを始めた当初にですね、荷物を運ぶのに必要だろうということで購入して、テーブル化したりもしたんですが、だんだんね、荷物も厳選されてきて少なくなっていくのと、基本的にね、オートサイトにしか行かないので全く使ってません。同じようにですね、最初は必要かなと思って購入したけど、使わなくなったっていう人結構多いんじゃないでしょうか。まあ、欠点の一つとしてですね、折りたたんだ状態でも場所を取るし重いということがあります。
購入するのにはですね、かなり慎重に考えた方がいいなと感じるものです。キャンプ場がですね、駐車場から離れているようなところであれば、このキャリーカートも活躍すると思うんですが、オートサイトに行けば解決することでもあるので、まあ、荷物がね、よっぽど多ければ、まあ、必要かもしれないんですけども、まあ、そうでない場合はね、これは本当に場所を取るだけのものになってしまう可能性があります。ちなみにですね、うちの奥さんにですね、このキャリーカートって失敗したものの1位かもねみたいな話をしたらですね、いやそんなことないよと、キャンプじゃないところでは何気に役立ってるよっていうことと、やっぱりね、最初の頃にね、これを使ってキャンプした思い出があるっていうことで、そうかなみたいな感じでですね、1位に納得してない様子ではあったんですけれども、でもね、キャンプでは使わなくなっちゃったんですよね、これ。ということで今回は、買って失敗だったキャンプ用品を4つご紹介してみました。1つだけですね、今後いい方向に昇格しそうなものもありましたが、基本的に全く使ってないものばかりです。もうね、キャンプ慣れしてる方にとっては、まあ、分かる分かるというようなものばかりだったかもしれないんですが、これからですね、キャンプを始めようと思っている方、そういった方のね、参考になれば嬉しいなと思います。それでは